堀川校で管理者をしています。勤続9年目になります。西尾京子です。前職は子ども園で働いていました。生きにくさを感じる子どもたち、子育てに大きな不安を感じるお母さんが増えてきたなぁと感じ、その心に寄り添いたい、もっと深く寄り添いたいと思って転職しました。管理者として力を入れていることは、子どもたちの支援はもちろん同じくらいに保護者様の支援を大切にしています。このお仕事は正解もゴールもないです。だからこそ、これはどうかな、こんなのしたいな、これやってみようっていうところに私はやりがいを感じています。柿陽校で働いています、ドアイリーです。今年で入社3年目です。老人施設で参考体で働いています。保育士の資格を持っていて、特性を持った子たちと関わる活動に参加したことがありまして、その時にはこの子たちと関わる仕事に就きたいなと思ったのがきっかけです。子どもたち一人一人の力を伸ばすために、政策とか運動を、活動を毎日しています。まず9時に出勤して、で子どもたちは、学校に行ってるので、その間の時間にスタッフと日々のミーティングをしたりとか、イベントやプログラムの活動の準備をしています。午後は、子どもたちが帰ってきてから宿題やプログラムなどの支援を行って、遅くても6時半には帰れています。前職と違って不規則ではないので、自分の子どもと遊ぶ時間も取れますし、どこか旅行行きたい時は勇気を取って遊びに行けています。日々のプログラムだったりイベントの時に、子どもたちからまたあれやりたいとか言ってくれた時はすごい嬉しく感じます。柿陽校でパートしている山内さとみです。入社して4年目になります。以前は美容師をしていまして、ここに入るまでは放課後等デイサービスという言葉も知りませんでした。丁寧な研修もありましたし、わからないことがあれば社内ミーティングで聞けることもできたので、不安は感じませんでした。美容師の時は土日勤務が多かったのですが、ライトブレインが日曜お休みなので、家族と休みが合うのがいいなと思ってます。小さな時から周りと合わせるのがすごく不得意だったり、物忘れが多かったり、いろんな私の中で生活の困難があったわけなんですね。その中で私もすごく悩んでいたんですけれども、支えてくれる先生たちもいて、あなたのこんなとこが素敵だよとか、近所のおじいちゃんでもあなたはすごいよって、身近にそんな人が一人でもいたら、その人の人生って大きく変わると感じたんですね。誰でも原石で宝石になれるんですよね。それを磨くお手伝いをさせていただきたいと思いました。放課後等デイサービス自体がすごく歴史が短いので、みんなわからない手探りからやっているところがあるんですね。保育士の方はもちろんのこと、介護職だった方、学校の先生だった方、美容師さんだったり、接客業方だったり、前職では様々な経験のある方がおられて、多種多様な考え方、子どもへの接し方ができるのですごくいいと思います。